はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はマルゴの小倉さんに来てもらってます。よろしくお願いします。こちら新商品ですね。はい、品番が750番やってます。750番、はい、はい、特徴が、ね、あるんですよね。はい、まず何でしたっけ、このベルト、うん、このベルトが、はい、見にくいかもしれないんですけど、うん、インソールの下につながってて、あ、そういうことなんですね。はい、はい、あ、本当だ、はいはいはい、インソールの下につながってて、これをベルトを締めると、うん、土踏まずがグッと上がるんだ、上がるようなシステムになってるシューズです。はいはい、土踏まず刺激して、はい、どうなるんですか、フィット感がよります。そうですね、フィット感がよりますのと、はい、あと、うん、疲労軽減にもつながるかもしれないです。そのなんだろう、着圧ソックス的な感じなんですかね。ギュッてやることによって、ね、はい、疲労軽減する。そうですね、土踏まずがグッと上がったりとか、うん、はいはい、あと、うん、そうですね、血流をこう押し上げてくれるの、助けるような効果が期待できます。はいはい、はい、さっきちょっと履いたんですけど、やっぱギュッとやるとフィット感が増すんで、うん、なんかこう無駄に、なんていうの、やっぱフィット、ここガバガバしてるとやっぱ疲れますよね。そうですね、フィットしてる方が疲れにくいってなんか分かりました。ありがとうございます。はい、でさらに脱ぎ履きしやすいって、ここのなんかこれがでかいからですか。そういうわけじゃない。そうですね、ここの形状がちょっと反ってるんですよ。反ってるんだ。はい、で、あと、うん、なんていうんですかね、他のシューズじゃないですか。はいはい、分かりやすい。ああ、これね、これね、はい、こうか、こうか、はい、そうですね、あ、これが長いもんでスポンって入りやすいんですね。そうです、そうです。あ、じゃあでも基本スリッポンだけど、これ長いことによってポンって入ると、はいはいはい、これがそうですね、こう裏にも曲がるので、うん、今こういう機能のシューズ、はい、某あのシューズメーカーさんとかよく CM してますし、そう流行ってますね。あ、でそれを、はい、まあ同じような借りたと、借りた、はい、そういうことなんです。で、あれですよね、女性もありましたよね、そうよ確かね、はい、うん、これが、510番という品番で、はいはい、女性用も展開してまして、うん、じゃあこれが売れたから第2弾みたいな感じですか。そうですね、まあね、まあね、はい、女性があったら男性も必要ですよね。はい、でも まずちょっと女性用で、うん、出させていただきました。うん、まあ、足のむくみ軽減とかにもつながるので、うん、はいはい、このかかと あの、うん、土踏まず上げてということで、うん、はい、こっちもしっかり売れてます。はい、これ品番は、あ、今来ました、はい、510番ね、はい、はい、まあ、その2パターンあるということでね、はい、男性もちょっと若干デザイン違うんですけど、そうですね、はい、この何靴、かかと刺激靴土踏まず刺激シューズか、刺激シューズですね、はい、ですね、はい、で品番がこれが、750番、そしてこちらが510番です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今日紹介した商品を買うことができます。動画説明欄に URL 貼ってありますんで、そちらから飛んでみてください。もしよかったらチャンネル登録もしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。